この世は思い通りにはいかぬことばかりだ。長く生きれば生きるほど現実は苦しみと痛みと虚しさだけが漂っていることに気づく。いいか、この世のすべてにおいて光が当たるところには必ず影がある。これらは因果関係にあり切り離すことができん。本来はな。保ちたいとする利己的な意志が戦争を起こし、愛を守るために憎しみが生まれる。だが勝者だけの世界、平和だけの世界、愛だけの世界、それらだけの世界を作ることもできる。長門、弥彦、コナン、そこでまた会わせてやる。必ず。さあ、我々と共に月の目計画を成就させるぞ。